肩甲骨周りの柔軟性を上げる運動です。肩幅でロープを持ちましょう。目線は落とさず、少し斜め上を見るようにしましょう。目線と下半身は固定したまま、上げた手がやや後方に行くようにしっかりとロープを引き上げましょう。ロープをねじらず、腰に手がつかないようにゆっくり下ろします。左右繰り返してください。30回、15往復を行います。ロープの持ち方によって肩甲骨への作用を変えることができます。腕、肩、肩甲骨などの伸び具合を意識してトレーニングしてください。